山形市に位置する国立大学法人山形大学の附属大学病院。世界水準の高度先進医療の提供に向けた病院再整備が進行している。1973年に当時の国の一県一科大学構想に基づき山形大学医学部が設置され、その3年後の1976年5月10日、山形県の医療の中核病院として開院。 当初は15診療科体制320床でのスタートであった。人間性豊かな信頼の医療を基本理念とする。1999年には、旧世紀の高度先進医療を担う付属病院の目的を達成するために、新たに救急部を設置。初代救急部長に香山隆正がつき、 年間受け入れ患者数が1998年段階の約220名から2004年にはその約10倍に増加することとなった2001年には黒字経営に転換2005年度の国立大学での収益力ランキングで日本一となった他方で2002年度には日本医療機能評価機構の行う病院機能評価で最高レベルの バージョン4の認定を受けた。同レベルの認定は、全国の大学病院で、京都大学医学部付属病院に次いで2番目である。さらに、2003年度には、ISO9001 も取得し、全国で、初めて両方の評価認証を取得した病院となった。なお、2008年には、病院機能評価の認定期間満了に伴う、更新審査で、やはり最高レベルの、 バージョン後の認定を受けている。2005年には各診療科に臓器別の診療科名を付与。また、同年度から患者中心の医療提供高度先進医療の提供教育研修機能の充実による医療水準の向上医療、療養、労働環境の改善、病院経営の健全化の5点が整備計画の目標とされ、2007年度には 病院再整備計画が文科省に認められ、白宮臓器別疾患センターの設置、新病棟の建築、既存病棟の大改修など、再整備に向けた工事がスタート。2008年7月に新南病棟が完成。手術部はそれまでの約2倍、救急部は約5倍、ICU 白は約2.5倍の規模となった。また、 タユカ室も6章から4章になり、従来の1.5倍のスペースになったほか、看護師や医学生が実習や勉強をする部屋を1フロアで、複数用意、看護控え室も拡充された。その後、既存病棟の改修などに移った。以上の整備計画とともに、世界水準の高度先進医療を実践提供すること、特に急性期を中心に推進することを、 基本コンセプトとして2020年3月から整備した重粒子線ガ治療施設を用いて治療開始を予定していた。しかし、医学部は2019年3月に設置中の装置の不具合により固定された角度から主要に照射する治療は予定の2020年3月から同年8月にずれ込み、どの角度からも正確に照射できる回転、ガントリーでの治療は 同年9月から2021年2月に変更となると発表し、さらに2019年12月17日、治療装置の冷却設備の能力が足りず、主要機器で回収が必要になったとして、治療の開始時期が遅れる可能性があると発表した。どの程度遅れるかは調査中だが、増強する機器の製作には最大4.5ヶ月かかるとされた。 2021年2月25日、固定照射室で、前立腺癌の重粒子腺治療が開始され、8月からは、回転ガントリー照射室での治療が始まる予定。2008年現在で604章。内訳は、以下の通り。2008年10月現在の専門医数は、以下の通りである。2008年6月より、国立大学病院の先陣を切って時間外。 診療特別料金の徴収を実施している。市中の病院の中でも、大学病院は高度な3次救急を担う病院として位置づけられているが、2007年度実績では、軽症患者が救急患者全体に占める割合が約8割を占めており、救急医療スタッフの負担を重くするとともに、診療に支障が生じていたため、 重症患者が適切な救急医療を受ける権利を守る姿勢を示すために特別料金が導入された。この結果、2008年6から12月までの軽症患者数は3156名となり、前年同月比で26%の減少、徴収率は3.9%となり、一定の効果を上げている。なお、徴収除外の判断基準は、 以下のように定められている。紹介状により緊急受診の必要があると明記されているもの緊急の処置が必要なもの外来で、死亡したもの入院の必要があるもの経過観察の必要なものその他外来受診が必要と認められたもの診療科ごとの独自の判断基準に基づくもの深刻化している3回不足を背景として3回の勤務意欲を高めることを狙いとして、 2008年6月12日、分娩に従事する医師に対して、一律に特別手当を支払う、分娩リスク手当を創設した。現在、1件の分娩業務につき2万円が支給されている。勤務時間の内外を問わず、分娩業務に手当を支給するのは、大学病院としては、東北で、初、全国でも3番目のケースとなった。 山形大学関連病院会に加入している病院は以下の通りである。ありがとうございます。